である。英語をもとに、高回転型のエンジンなどで、パワー向上を図り、足回りや、車体も強化されている。英語からの派生車種である。厳密にはアウディが製造する、S5 にクワトロ車がチューニングを行って製造されており、RS モデルとしては、RS6 の後継にあたる。開発コンセプトは、ザ・パーフェクトブレンド・オブ・パフォーマンスデザインで、 アウディの上質さとクワトロ社のパフォーマンスが融合されている。エネルギー改正システムを搭載することで、エンジン負荷の大きい場面での燃費悪化を防ぐことを可能にした。エンジンは、8500rpm を許容する、高回転型直噴 V 型8気筒エンジンであり、最高出力4 5 0 p s 8250rpm。 最大トルク430ナノメートル、4000から 6000rpm を発揮する。S5 に搭載されるエンジンと同じ排気量ながら、レブリミットの引き上げなどにより、約 100PS の出力向上に成功した一方で、最大トルクは10ナノメートル下がった。クワトロ社の熟練工の手によって手作業で、組み立てられている。シリンダーブロックとクランクケースは、アルミ合金製となり、 クランクシャフトやコネクティングロッド、ピストンも軽量化することでエンジン単体の重量を 216kg とすることに成功した。0時速 100km 加速は4.6秒、最高速度は時速 250km とされている。7速 S トロニックが搭載されている。その基本構造は 9 5に搭載された湿式クラッチによるもので、RS5 の出力に対応するために、パーツの強度やオイル管理システムの見直しが行われた。アウディの常時 4WD システムであるクワトロである A4 などにも用いられているセルフロッキングセンターディファレンシャルを踏襲するものの、新たにクラウンギアを採用することで 4WD システムの小型化、軽量化に成功した。 同時に前後トルク配分をより、ワイドレンジで制御することが可能となり、5車軸には、最大85%、前車軸には、最大70%の駆動力が配分されるようになった。4輪の牽引力を各の制御する電子制御、トルクベクタリングも初めて装備された。また S4 にも搭載された、リアスポーツディファレンシャルを装備し、旋回中に、 外側後輪により多くのトルクを配分することで、回答性の向上が図られている。2010年9月13日より発売が開始された。アウディの S、RS モデルらしく、ベースモデルと大きな違いの見られない、控えめなデザインである。左ハンドルだけでなく、右ハンドル仕様も販売されている。希望小売価格は1375万円となっている。 2012年8月7日、マイナーチェンジモデルを発表し、発売。ベースとなる A5、S5 のマイナーチェンジに基づきデザインが変更された。2013年10月8日、RS5 カブリオレの販売を開始。A5 カブリオレ、S5 カブリオレをベースとしたオープンモデルである。2017年3月7日、ジュネーブモーターショーにおいて、新型、 RS5 コープを世界初公開。2.9LV 型6気筒ツインターボエンジンを搭載し、0時速 100km 加速は3.9秒、最高速度は時速 280km である。トランスミッションには発足ティプトロニックが採用され、駆動方式は前後比率40、60のフルタイム 4WD となっている。 2018年3月28日、ニューヨークモーターショーにて5ドアハッチバックモデル、RS5 スポートバックを初公開。2019年12月10日、欧州にて、RS5 コープ、RS5 スポートバックの改良系を発表。ベース車、A5 シリーズの改良に伴った変更が行われた。パワートレインは 2.9LV 型6、気筒ツインターボ直噴ガソリン。 TFSI エンジンを搭載。エクステリアは、新デザインの LED テールランプの他ホイールアーチが、クワトロブリスターによって強調され、全幅が30から4 0ト、mm、ルワイドになった。2017年6月21日、RS5 コープを発表。納車は、同年9月下旬の見通し。 2018年8月27日、RS5 スポートバッグを発売。2018年11月13日、RS5 コープの一部仕様変更を発表。機能装備が強化された。2019年第一四半期に発売される。2020年10月13日、RS5 コープ、RS5 スポートバッグの改良系を発表。 2021年1月以降の発売を予定している。また、限定モデル、RS5 スポートバッグ RS25 イヤーズを2021年1月以降に販売開始すると発表。ボディカラーは、RS にアバントへのオマージュとされる、ノガロブルーパールエフェクトで、日本には35台が導入される。ありがとうございます。